どうも、こんにちは、底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。はい、この時間は、平日昼の部ということで、プレイステ版の、ペルスナ2罰の初見攻略プレイやってます。はい、題して底辺が罰せられる配信、今日はその10でというか、まあはい、あとね、今日から一応ちょっとね、1時間前倒して3時から3時間枠にちょっとまあね、昼の部まあ拡大したんで、まあよろしくお願いしますということで、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、第3くらいにランクインしました。まあ一応前回ね、まだテレビ局抜け出せてないんですが、まあね、多分もうちょっと頑張れば多分出られるでしょうから、もう言って道中の敵もね、かなり弱くなってるから、あともうちょっとで、今日は確実にここ脱出、出られるでしょうしね。はい、どうも、六個目さんいらっしゃいませ。はい、こんにちは。確かね、なんか、ハッケの中ね、トラップで。はい。帝王最低だな。まだ生きてたの？そりゃ生きてますよ。はい。はい、絶対に初見さんいらっしゃいます。はい。岩尾さんもいらっしゃいます。お久しぶりですね。なんか久しぶりに。ということで、今、このテレビの、第6スター、6番のあれを取れたから、今度あと7と8なんですね。だから、どうでしたっけ？確か。7が7ストージスタジオだって第4スタジオだから3回行けばいいのかな。3階に行って第4スタジオ行って、多分最上階でしょうね。6階に多分第8スタジオが、あると思うんで、ね、言ってまだ多分ね、昨日見た人はわかるけど、あのね、変なストーカーも まだ多分来るんでしょうね。首の骨折れたなんてね、フラグビンビンに立ててましたけども、なんか、初期ソフト増えてない？はい、臓器でも売った？臓器は売ってないけど、増えてますよ。なんでそんな、あの程度のソフト増やすのに、なんでわざわざ臓器売らなきゃいけないんですか？第4スタジオだ、ここですね。腎臓とお別れしました。してませんよ。なんで配信にそこまで命かけなきゃいけないんですか？まあ、た親を泣かせて。何よ。いやいや、ちゃんと自分で貯めたお金ですよ。何言ってんですか。ね、貯めたというか。親の臓器売ったの？なんで親の臓器はなんで売らなきゃいけないんですか。そんな配信のためにね。ちゃんと僕がね、あれして貯めたお金ですから。あれ、ちょっと待って、なんで今かまいたち発動しなかったの。はい、あ、どうもジュニピエールさんいらっしゃいます、こんにちは。あ、もうまあいいよ、よくない。なんでかまいたち出なかったの。お金は行ったの？いや入ったっていうか、この間ドラクエ10でね、金たね、売っ払ったから、その金が入って、ソフトがちょっと増えてるじゃないですか。でももうね、買っちゃったから、もうお金もう、ほとんどないですからね。こっち、この八重文字どう見ても4ですわよね。どうしてここが4のもんではないの。普通ここまであれしたら気づくと思うんですがね、ね、左右逆になってるって。腎臓って1個なくなっても問題ないらしいよ。だからって売りませんよ。じゃあその1個に何かがあったらどうするんですかね。大丈夫だ。黒猫もあの男もいない。でも出てくるんでしょ、どうせ。ねえ、エリちゃん、あのストーカーが言ってたあいつって誰？もしなんか悩んでるなら話してみ、相談に乗るからさ。ん？申し訳ありません。ご心配おかけして。
あの男が言っていたのはきっと彼のことですわ。そうなの？いや、だからっておりませんけどね。え？ハイスクール時代の、クラスメイト、私、彼と約束しましたの。夢をつかんだらまた会いましょうって。そっか、その彼のこと。何？これもしかして一の主人公のこと？もしかしてね。でもあの男がどうして彼のこと？もう気が狂いそうですわ。特にない、次にあの男が黒猫が出てきた時が勝負だな。猫をいたぶるな気が進まないが。帝王はでかいから肝臓がでかくていいかもよ、はい、いやよくないよくない。けなげだね。私はエリーちゃんを全面的に応援するわ。女は恋に生きてこそ花なのよ。なるほど、大体読めてきたぜ。彼とは3年前に共に戦った仲間ですの。約束通りモデルになってはみましたけれど。約束？誰？誰のこと？まあいいや、行ってみよう。これであと8だから6回行きゃいいんでしょうね。多分もう1回から5回まではね、マップもちゃんと踏破してるはずだと思いたいけど、あとこの6回だけちゃんと探索すればね、いよいよ脱出できるかな。ね、これ一マスでも踏み逃したらおしまいなんでしょう。怖いですよね。強いですね。ダルダルウェーブ。タイダルウェーブですよね。何ですかそのダルダルウェーブっていうの。大丈夫ですよね。何打つに。はい。想像したってキモいでしょ。そんなもん見たくないね。また話しかけてきた。ぬおれ様人間久しぶり。ぬおれ様前から聞きたいことは、人間家で四角い箱見る。テレビって言ったら興味湧く。ぬ人間言葉いろいろある。俺様も大変。俺様どこの言葉を覚えればいい。何でしたっけ。英語って言ったら怒るんだよね。英語知ってる。勇者ル大俺様いつかお前殺す。が、俺様ちょっと怒り気味。もうすっかり後輩のプロだな。はい、ダメですよ、しくじってますよ。お前のどこ、足って言ったらなんか喜ぶんですよね。確か足肉たくさんうまそう。自分の腹見たらいいや。波打って、まあね、体うまく揺さぶれば、ね、波打つかもしれませんが。これインタビュー違って誰かな。行った、うん、ハーミット35万カードは別にいらないんですけどね。これこのエレベーターのこのマークもちゃんとつけないとマップ踏破にならないのかね。それも怖いですよね。いやー、マップ埋めるの結構ね、時間かかるというか、無駄ですね。はい、どうも、ひずみひとさんいらっしゃいませ。こんにちは、こそば。ま、テレビ局いよいよ、たぶんさすがにもう ラストだと思うんですが、これ8いったら終わりでしょ、さすがに。あ、でもこれ鏡の世界だから、どうなの？表も。マップ探索しないとダメってこと？ちょっとトロいよ。何？
これで、とりあえず、マップを埋め、うわー、怖っ、怖っ。あんな隅っこちゃんと行かないとダメとか、こんなん絶対やらかすでしょ。また面倒なのが来たな。そういえばどうなの？エリーってまだ、あ、マハガルイラ なってる。マハガルイラ、確かあれですよね。合体魔法な、なんでしたっけ。なんか、誰か言ってましたね。なんか、なんでしたっけ。さ、最後、ちょっと待ってよ。タイダルウェーブが、水風、どうすん。いや違う、さ、最後マハガルーラになんかするとなんかねえ、どうなんでしたっけ。どうやんのかな。風二人ないとダメなのかな。それともまあいいや、もうちょっとしょうがない提供、ピエール滝さん、200ポイント、はい、ピエール滝さん、はい、広告、ありがとうございます。これで大丈夫。ここまでやってね、1マス、ね、踏み残したからって、ね、刑務所から、今、どうなん、うわ、怖い怖い。こんなんいちいち綺麗にね、その踏まなきゃとか面倒でしょ。ね、今どこ留置所からネットで僕の配信見てるんですかね。もうだいぶね強くなりましたよね。で、うわー、踏み残し怖い。どっちかな。これどうせね、多分イベント終わったら強制脱出でしょうからね、多分ボスのいる部屋行く前にね、全部踏破しとかないとでしょう。これこのモンスターやられるときいつもなんて言ってんですかね。僕ね、なんか
ね、なんか言いたくないけどね、なんか072って言ってるような気がして、すごい卑猥に聞こえるんですが、あ、まずい、やられた、まずい、あ、で、え？ん？ SP のトラップかと思ったけど、え？投資対して減ってない？そんなあり？なるほどね。え？どういうこと？飛ばしてるって、いや、普通にやってるだけですけど。そんなありか。なるほどね。下ネタの飛び具合がね、はい、なんで待って待って、そう、飛ばしてるって、いや今のが下ネタだったとしても、まあまだ今日1回目でしょ。でもそんなに下ネタ普段から連呼してるわけじゃないでしょ。やめてくださいよ。これでうん、あ、あそこになんか部屋あるけど、あれ、あ、これ第8、多分これ行ったらアウトでしょう、うん、ここ最後にしなきゃでしょう、だと思うんですが、アウトってどうなるんだろう、え、だからイベント始まって、多分 ボスどうせまたあのストーカー来るんでしょう、ね、あのストーカー倒してね、多分脱出できて終了っていう、うん、そしたらもうマップは踏破できないから失敗ってことになっちゃうんじゃないんですか。当然の決断です。これでもこれ2000年の発売の、でもあいつハクビの骨が、うん、絶対フラグでしょ、あんな絶対また出てきますよね。そもそもね、だいたい片手切り落としてる時点で普通は出血多量で死んでるでしょうね。え、そこでもう死んでないって時点でもう なんか ゾンビかなんかになってるんでしょ。ゾンビなのか、ロックマンは元気だよ。どういうこと？ロックマンって、ロックマン片手と、飛び出る武器ありましたじゃん。コブラはね。これで全部いった、うん、まだこっちあるか、うん、バレットはメンヘラだったけど、ん、ああ、メンヘラ、そうですか、別に。え、バレットあれ腕を打たれたからね、右手を銃にしたんでしょう。なんかメンヘラ、うん、はい、はい、バチとして手術して人皮むけますね。いや、無理、無理ですね、無理ですね。手術するお金がありませんね。いくらか知んないけどね、一皮むくのにおいくら万円かかるってね。うわぁ、死んじゃう。待てよ。革の帽子を捨てますか、はい、うん、それを捨てるなんてとんでもない。捨てられるの、毒消し、毒消し、
それで全部かな。うわ危ねえ、1つ吸引ソール3つ、うん、これで全部いったから、もうだあと8スタジオ行けば終わりかな。お前ら全員限界だ。確かに変態だ。誰が僕変態ですけど。わこ、もうありですし、帽子はいいんじゃないかな。そういうこと。いや、は逆でしょ。は春ですって、むしろ日差しが強いね。な夏こそ帽子が必要でしょ。うん、ね、41コメさんいらっしゃいますよ。帽子ってのはね、そういう強い日光を遮るためにかぶるもんですからね。日差しが当たるのか、うん、ねえどうなんでしょうね。日差しが当たったらとんでもないことになっちゃうんじゃないですか、もしかしたらね。大丈夫ですよねこれで全部いって。日差しが当たる、おまわりさん。いや、ね、大丈夫です。そんな日差しが当たらないようにちゃんとして ねケアしてますから。いや晴れとか関係ないわ。これで大丈夫かな。これで全部、うん、いったでしょうから大丈夫ですよね。ちょっとどっかね、多分これ本当に何完全に踏破しないとダメなの。本当に1マス2マスぐらいサービスしてくれるとかそういう精神ないでしょうね、アトラスは。コート何のことか僕にはさっぱりわかりませんが、大丈夫っすよね。あとこれで、はい、邪魔、はい、もう、とっとと終わるんだから。お前ら全員限界だ。コートと靴下があれば紳士。紳士、変態がつくでしょ。個人的にはネクタイも希望。何おかしい。希望って言い方がおかしい。希望ってね。うん。この八毛文字は8でさ、ここが最後の門のはずですわね。うん、これで大丈夫でしょう。ちゃんと。うん、まあ一応ちょっとセーブだけしておきましょう。事故ったら怖いし、ね。レッポジ。はい、どうも、上海さんさんいらっしゃいませ。はい、レッツポジティブシンキングね。そう、もっとポジティブに考えないとね。あとは、まあ、一応、一回やっとくか。これで大丈夫でしょう。もう負ける要素はないよ。さあ、どうせあいつが来るんでしょ、ストーカーが。うん、誰だ？ん？え、ピアスの少年、え、これ1の主人公じゃないですかね。え、1の主人公こんなでしたっけ。久しぶり。精神が罪に罰せられると聞いて、うん、今日かわかりません。はい、バーニーさんいらっしゃいません。今日罰せられるかはわかりませんけど、まあよかったら、ね、今日かもしれないし、久しぶり。これ1の主人公ですよね。そんな、どうしてここに悪役にしか見えないんですが、うんね、いや、もっと一年の時はもっとまあね、まあね、もうちょっとイケメンでね、おとなしそうな顔でしたけど、エリーがちゃんと約束守ったか確かめに来たんだ。へえ、これがエリーちゃんの目から鱗だわ。もちろんですわ、私ね。待ちな、ジョーちゃん、こいつはうさんくさすぎる。まったくだ。恋は盲目って言いますからね、うん、君は俺を信じないのかい。そんなことありませんわ。
ああ、なんて顔だ。まるで仮面だな。それで笑ってるつもり？え？何か心に引っかかってるんだろ。だからそんな顔しかできないんだ。言ってみなよ。聞いてやるからさ。私？はっきりしないな。じゃあ代わりにエリーが一番聞きたいことを言ってやるよ。一方的な行為は迷惑だ。もう俺に関わらないでくれ。満足した？そこか。え、あ、猫、え、ギニャー、かわいそう、撃たれちゃった。あ、怒った。な。あのストーカーも今の少年も霧島君の恐怖心の投影、そんなところか。まあ恐怖心投影、なるほど。ああね、今は大衆にも学問が浸透していて、事実や現実への免疫も出来上がっていますから、逆なの手が古かった。で、化け猫になっての、ちょっとお待ちください。ちょっと失礼。甘いものを作りたかった刑事さん、猫に対して容赦ないな。猫好きだよ、猫アレルギーだけど。その古い手に引っかかりそうになってたエリージョボボボボ。あ、すいません、お待たせしました。いや、別に、いや、トイレじゃないんですけど、今、なんか、ちょっと僕、今、家、ね、一人だけなんで、なんか誰かが来たみたいな音がしたから、うん、ちょっと見に行っただけですけど。かまいたちでいいかな。何それ怖い。いや、うん。大丈夫ですよ。押し入れに隠れなきゃ。別に隠れなくてもイルス使えばいいだけでしょう。ねえ。うわ。ちょ待って。跳ね返された。ちょ待って。待って。そうなの？え、こいつ、ま、跳ね返すの、ちょまずいじゃん。ちょっと。違う。全員もう攻撃しかないじゃん。あとは、マヤだけ、メディラまで、これでいけるでしょ。ねえ、ダメージ、あ、全然入る。殴っていいならそっちの方が楽でしょ。弱い。動くな。よけてみな。
全然弱い弱い。何これ、ね、ほ、うん、か、感電、あ、まずい、こ、怖いな。マヤが感電されたらちょっと怖いですね。まずいな、しかもちょっと、まあ、なんとかなるでしょう。ビリビリバリバリ。あーど、まあ大丈夫大丈夫、押せる押せる、いけいけ、やっちゃえ。やめて。なんで。はい、要は。師団でお仕置き受けくるんか。うん、でも。経験値もらえてないのがちょっと気がかりなんですが、ね、皆さん申し訳ありませんでした。私の弱さのせいでご迷惑をおかけしてしまって、うん、何そんなこと気にしてんのよ。気持ちなんとなくわかるしさ。レッツポジティブシンキングよね、マーヤ。まあ泣いちゃった。どこぞの誰かみたいにてめえがジョーカーになっちまうよりは可愛いもんってこった。悪かったって言ってんじゃないよ。まあこれで敵の術は破れたわけか。早く表に戻ろう。ね、昼間テレビ大、あ、じゃ、スマルテレビでしたね。何の番組？ね、銀子もいますよね。それでは、ワンノン千鶴さんに、巷を騒がせている、ジョーカー事件の行く末を占ってもらいましょう。朝までショーテレビ、ね、ですかね、収録的に。うん、くっ、ん、大丈夫？千鶴さん、うん、四季鬼が撃たれたか。あー、猫のこと。え、いや、大丈夫です。少しめまいがしただけですから、続けましょう。なんなん、天帝の、使い玉石12の地、地流、世の、え、か、か、よ、世の何か、わ、わざわ、え、か、わ、わざわいごと、え、罪、汚れを示せし、除か、生、さ、幸いを示せし、不思議よ。我に事件の行く末を知らしめたまえ、なんていうもの、救急、何、如立令、わかんない。おお、なんと、全守護竜に、ジョカの兆しが現れた。
このままではジョーカーに疲れる人がさらに増える。疲れる前に汚れを払う必要があるでしょう。君たち人の見学た大変なんだ、早く避難して。クロス巡行で第一スタジオが暴れてるんだ。どういうこと？クロス巡行で落ち着いて何があったんですの？ワンの地図の占いが当たったんだよ。普通の人もジョーカーになっちゃうって、それでクロスさんがジョーカーになっちゃったんだ。あらま、なんだって。行こう天野くん。ようやく帰ってきたけど、どうなってんのこれ。ダンジョンはマップの踏破は今日共通って認識でいいのかな。全部いってる、どこって言ってましたっけ。第一スタジオって言ってましたよね。とりあえず帰ってきたけど、これ敵とか出ないですよね。ちょっと待って、毒食らってる誰か。敵出んの？第一スタジオ2階ですよ。確か。まだ地図完成してないよ。はい、え？なんで？え？どうして？なんか完成したらなんか、そのなんか完成したとか言うってこと？これなんでしゅ？どこ？そういうこと？完成してないってこと？でもあとどこ？でも一応全部楽屋とかも見たはずだしな。そうなの？どこ？あと行ってない1階って第一スタジオ。どっかへ。あと何？ここ？なんか受付直通出れる？出れないの？そっちのこと？違う。でも出てない。どこ？この階段で見たが早いねえ。赤いとこはいけないんでしょ。ああ、うわー、何これ、うわ、うっそ、もしかしてここ、これ、ああ、
いやでもこれ消したでしょ、何も出ないですよね。他にもまだ見落としあるってこと？うわ、怖っ。ねえ、ちょっと全部もう一回、まずちょっとその 2階のとこだけ、あの受付直通のとこが何ってこと？ここはちゃんと文字通りのしらみつぶししないと埋まらないからな、笑。怖いですね。何あいつ何ラスプーチンまあいいや。顔色とかあるんですかね、あれ。あ、聞かないのね。マイコン。いい男連れて、出直してきな。あ、いける。これでこっちも行って、でもここあダメだ、いやこっちから入らないとダメってこと。うわー、エレベーターで遊ぶんじゃありません。遊んでません、マップとかしてんですよ。これでもうダメ？どこへ？ってことはこの階じゃないってことですよね。ちゃんと、やったし、6階もやったし、1階も、ないよな。よーく見て。よく見なきゃですよね。ちょっと待って待って。ルアも使って全階層見ないとな。LR、階層変えられた。わざわざ全部行かなくてもいいってこと。3階、ね。でも見たと思うけどな。エレベーターもやったし、うわ、行ってねえ。あ、4階なんとこ。ガバじゃないですか。思いっきりガバじゃないですか。ガバオブガバってバカじゃん。ガバで、ガバガバすぎましたね。まさかでしたね、あんなに。しょうがないよね、
帝王がガバが好みなんだもんね。ガハ、そういうのに好み、ガバガバが好きな人っているんですか？わかんないけど。うわ。あ、死んだね。あ、死んだ。ちょ。遅えよ、ばっかり。今更回復してどうすんの？逃がしてよ、もう。よし、応援を待とう。きついのが好みだったの？ねえ、わかんない。好みも何もわかんないっす。体験したことないからね。どっちがいいとかわかんない。でも一般的には何、きつい方がいいんじゃないの？もうちょ。本当演歌がだね。これ討伐するのはだんだんうざくなってきましたね。作ったことなかったの？え？違いますよ。服のことじゃない。そうですか。エストマでしたっけね、敵が出なくなる魔法。ちょっと本当に必要かもですね。バイバイキン。バイバイキンってね。3回4回。ここでしょう。なんでこんなにガバってたの？よくわからん。これだけ？あ、完成した。ああ、よかった。術マハガルーラカード。これで心置きなくね、終われる。よかった。ねえ、リスナーさんが言ってくれたお借りですね。ありがとうございました。え？かまいたち聞かない？水も効かない。ねえ。火も効かない。何？打撃しか効かないの？こいつ。めんどくさいな。もう一回殴って。言い訳なら書で聞こう。これであとは2階に行って、第一スタジオに行けば、どこかな？ここですよね、あとはセーブして。これは王様か？第一スタジオの方からだ。生きていたか？私知らないから。ジサなんて女、別に羨ましくなかったもの。ジョーカーまじないもしてないから。本当にしたんじゃないの？あー、長かったね。これが多分テレビ局入る前のデータでしょ。ねえ、丸3時間ぐらい。3時間か。3時間半ぐらいになってる。まあどこでもセーブできるから行っちゃいいけど。やるかい？めんどくさそう。
正当防衛、文句はないな。誰、マヤ、ちょうどいいや。これで、1の札ですが、和の千鶴もこの中ですわね。彼女は相当の、術師、侮れませんわよ。誰がどうなって、ああね、ジョーカーになってんでしょう。で、帝王が来て、チンヤ。どうしてここにお前が久高様の言う、得意点か。あの方の監視を買う小尺なやから、私が印籠を渡してあげるわ。下がってろ銀子。銀子？ヤイル仮面間違え。違いますね。王様？クロス純子、お前その小僧殺しなさい。承知、かわいい坊やだこと。でこっち、人もね、そういう弱い心からね、そういうのが神託やら託戦やら神様やらね、すがるんでしょうけど。てか、何こいつら。千鶴、レベル 53？ 式神、何この式神。なんか嫌な予感もするけど。合体魔法で、ドッカーンで、いけるかな。なんかまた、跳ね返してしきそうな気もするけど、アギラを、どういう、何これ、鬼面、凶暴化した、まあいいけど。水、ちょ大丈夫？跳ね返してね、誰か跳ね返してね。跳ね返された。ちょっと、どうしよう。大丈夫かな。終わりだな。回復、大丈夫。あ
おいでなさい。1体跳ね返すんですね。あー死んじゃった。はあれでいい。やパフちょっと生き返らせないとちょっと厳しいですね。違いし、これでなんとか生き返っての引っ掛けは大丈夫。狙われてる。待って、どこだ。ディアラマで、もうこれ全員殴った方がいいのかな。魔法ねえ、大丈夫。これでいけるかな。殴れ。っていうか、ね、千鶴がいつの間にか消えてる？え？うわ、何？今何が来た？魔法？どうしよう、目邪魔の方がいいか。もう目邪魔固定でいいか。
水跳ね返してくるやついない？はい、わかんない。水、いない？まあいいでしょ、このままご了してもいけんじゃいけない？こいつが跳ね返すやつじゃない、もしかして。ダメだ、しくった。水だっつったろ。水にしろっての。帝王さん4時からタイダルウェーブってこと？はい、82個目さえいらっしゃい。いや、昨日も昨日の配信の冒頭とね、終わりでお知らせしたんですけど、今日から3時開始にちょっと時間早まったんで、3時から6時までの3時間配信、はい。まあそういうことなんで、ね、ちょっとごめんね、よろしくお願いしますと。よし、勝った。マップ名の考えたら時間欲しいよね。どうしようかね。マップ、やった方がいいんですか、その。体力持つ？体力は別に。1時間増えただけだし、ね、ドラケ10の時間が減ってるから、トータルでは変わんないんですよ。ダウン、どうりで簡単に倒したと思ったら、身代わり符だったのですね。こっちはどうなったの？王様？この人、ベルベットレームってとこに連れて行けって、さっき。お願い、チンヤを助けてあげて。チンヤ、すごく悩んでるみたいだった。お願いします。チンヤ？チンヤって、なんで私、先輩はそんな風に呼ぶの？落ち着いて、あれは僕の弟だ。必ず学校に行かせるようにするから。万札は何に使った？だから、ね、コミュニティトップに買ってある、ね、新しいゲームの、あれに半分使って今5000円ぐらいしかね、残りの5000円はね、ちょっとエロバレに使おうかなってキープしとくんで、もう実質所持金ゼロですよ。これ以上ここにいると厄介なことになるぜ。引き上げだ。でどうしたの？誰か死んでる？誰かってか、何これ？わっつ、け、大丈夫ですの？やられた。俺たちが戻った時には手遅れだった。ひどい。新成熟。許せませんわ。ねえ、スニークとかいうやつの仕業じゃないの？バカな、尾行などされていなかったはずだ。今はな、それ以前ならチャンスはいくらでもあった。もうここにはいられねえ。俺の野菜行くぞ、ついてきな。機械だ。スマラシで多発している連続殺人事件の続報です。やだなんて久しぶりに聞いた。そうですかね。87個目さんもいらっしゃいませ。はい。ペースのバツです。
バツガツの、事件発生以来、スマル市では同一犯の犯行と思われる無差別殺人が多発していましたが、今日未明、バツバツ県、警察捜査本部は、何々県に及ぶ、殺人が必ずしも同一犯の犯行とは断定できないとの見解を明らかにしました。これまで同捜査本部は一連の事件が同一犯による犯行との見方で捜査を続けてきましたが、はい、ちょっと待って、パオ罪でも出てたんだぜ。出てましたっけ？覚えてないなぁ。おのれもアックとケンタッキーフライ、いや、そんな食うお金に、食い物にお金使ってますよ。はい、89組さんいらっしゃいますよ。ね、僕のお金はね、ゲームに使うと決めてますからね。犯人の特定には至っておらず、今回の発表は、なんかほんと濃いメンツになってきましたね。うん、芹沢くんどうだった？A ちゃんの言った通りだ。和の地図の占いのせいで町中えらい騒ぎよ。半の継ぎ目、占い信じてたのに。そんじゃ改めてお互いの情報交換と行こうじゃねえか。お前さ、研究所とやらで何があった？理学研究所に出入りしてた上条という男は、やはり神取隆久だった。そうだったの？やつは新成塾が噂で自分を蘇らせたと言ってた。本当に神取が出てくるの？うわぁ、こっちの方が見たかったかもですね。うわぁ、カンドリはそこで、拉致したジョーカー使いを使って、何やら人体実験を繰り返していたようです。研究所の奥で、実験と関係ありらしい巨大なマシンを見ました。それ以外は、やつに発見され なんとか研究データを持ち出すのが精一杯でした。これがダウンロードしたハードディスクです。ほう、こりゃすげえ。お手柄だぜ、南条の坊ちゃんよ。その呼び方はやめていただきたい。俺をそう呼んでいいものはもう存在しない。戦いたいな。そうなの？もういいですよ。戦いたいって誰と？カンドリ？カンドリじゃあもうし、どうなってんの？オッケー、悪かったな。すげえ情報量だが、その機械とやら、JSM とか言うらしい。どういう原理かはさっぱりだが、要するにジョーカー使いがジョーカーを分離するマシンってことだな。分離されたジョーカーはタンクに貯蔵される。レンチャーそれを、汚れと呼んでいる。また汚れですの？確か和の千鶴もたくさん汚れが集まったとか言っていましたわね。一体それを集めて何をしようというのですよね。なんか負のエネルギーを集めて、それで何するんですかね。また世界破滅させるって。そこまではわからねえな。待て、それは通話記録か。橋本と着信先が同じだと。ジョーカーまじないをした人間のリストか。納品リストだとよ。誰がジョーカー使いになるか知ってたってわけだ。おちおち電話もかけられねえな。110番通報に警察無線の記録まで。く、島津か。まだあるぜ、こりゃ。ロボットか？人間の神経組織を移植した二足歩行戦車。そんなことできるの？驚くない。共同開発は防衛庁様だ。今、防衛省なんでしたっけ？まだ蝶だった時代ですね。それらの温度をとっていたのがカンドリというわけか。なぜだ、カンドリ、お前は。しかし、これではっきりした。あの女占い師がジョーカー使いを増やし、マフィアがそれを狩る。狩られた人々はカンドリのもとでジョーカーを分離され、警察はそれらに情報を提供し、隠蔽する役割だ。今すぐにでも島津を締め上げて目的を。待ちな、これだけじゃ、達郎の感情を示す証拠には足りねえ。今、ザックを締め上げても、トカゲの尻尾切りだぜ。
データを世間に公表しても同じことだ。これだから血の気の多いデカ、もっと周りを固めるんだよ。次のニュースです。スマラシ各地で、各界の著名人の主催による、講演会が開かれ、大勢の人が賑わっています。なんか嫌な予感。講演の趣旨や、汚れた心を払い、ジョーカーを吹き飛ばそうというもので、最後の連続殺人事件の噂で暗くなりがちな街の人々に歓迎されています。これこそジョーク集めじゃないのね。平坂区の駅ビル、スマイル平坂では、ミューズのプロデュース等で有名な佐々木銀次さんが、ワンの千鶴さんと協力して、どうやら次に行くところは決まったな。何のために汚れを集めてるのか、その講演会とやらを見せてもらおうじゃねえか。汚れ、振動などでよく聞きますわね。簡単に言うと、本来は善である人間に罪を犯させる、悪や強運のような概念といったところですわ。罪を犯したり悪いことが起こるのはみんなその汚れのせいだから、お祓いをしたり清めたりする風習が残っているんですの。で、本気じゃないと言いつつ、つい占いやまじないに頼ってしまう、それが人間というものでしょう。人はそれほど強くない、それ自体否定はしないが、のめり込みすぎるのはどうかと思いますね。それが今のこの町の現状だ。刑事さん、耳に痛いこと言うじゃないのさ。いいじゃんね、ちょっとくらい占いとかおまじないやったってさ、本気じゃないんだし。性善説が日本の魂というわけか。確かに生まれついての悪人はいないと思うが、いただけないな。人は何でも悪いことは他人や運のせいにしたがるものさ。僕は好きではないな、その汚れという考え方は。ちょいと考えてみたが、今まで調べた限りじゃ、新生塾とかいう連中が一番欲しがってるのは汚れだな。連中はそのために噂でジョーカーを作った。それが罪や悪、人間の狩りの部分の概念だってのも想像がつく。一番わかりやすい、罪といや殺しだ。だから汚れの塊みたいなジョーカーを狩る。そこまではわかる。じゃあ普通の人間から汚れを集める理由は何だ。汚れのない人間はどうなる。こいつはもっと深い裏がありそうだぞ。難しいですね。とりあえずこれで出ていいのかな。どこ、あ、ここはパフのアジト、とりあえずね、せっかく地図作ったし、どこでしたっけ、これでしたっけ、パフの野菜、ほら、作ったんだ。何くれんの。あら、綺麗なお嬢さん、また私のところに来てくれたか、嬉しいです。ところで今日は何だ、地図渡すよ。おお、珍しい地図を持ってきてくれたか。今や地図収集だけが生きがい。どれどれ、これは確かに珍しい地図だ。ぜひ、ぜひカードと交換させてもらうぞ。サラーム特選カードセット、何これの。他に何かあるか何でも言ってください。これ何、また依頼受ける。次、お嬢さん、今度はどこ行く。またもう私の知らないところだ。お嬢さん、そこの地図を作ってきてくれ。これ何、今度スマイル平坂。そうか、地図作ってきてくれるか。本当に頼んで、お嬢さん。ではこの白地図を渡そう。ひたすら歩いて地図を完成させてくれ。出来が良かったら私の大事なカードと交換してあげるからね。重要スマイルの地図1とスマイルの白地図2、どういうこと ?1、2ってどういうこと、他に何か何でも言ってくださいよ。テレビ局や理学研究所の事件、あれは誰の仕業か、何が目的か知ってるか。怖いね、日本なら、落ち着けると思ったのに。これでちょっと噂も変わってる。違う、食事じゃない、食事じゃない。持ちネタ切れちゃってる。
ていうか、カードセットって、どれ？カードって、どのカード？マジック？マテリアル？違う、これキングインイエロー。これもどうでしょう？作れる？あとマジックですか？マグナ、マグナス、ブフ、ディア、バトロン？いまいち？インセンス何？これのことは違う？何をもらったんですか、僕は一体。カードセットって言うけど。出現率を上げる。レベルの低い敵の出現を抑える。僕は一体何をもらったの？ちょっと次にね、行く前に、作りましょう。レベルも結構上がったからね、強いのいけるんじゃないんですか。タロットカードじゃない？タロットカードなの。どれがいける？でも言うほど増えてるかな。まあちょっと増えてるような増えてないよな。どれがいいのかな。ちょっと待った、レベル今いくつですかね。30ぐらいでしたっけ今。31、31、31、31、29、どれ作る。30だから6まではいいってことですよね。ハスターはでも62か250万。本当に終盤でしょうね。デメテール、ディアラマ、マハマグナス、マリンカリン、いまいちですね。ジャッジメント、メルキセデク、二段突き、ガルーラ、メディア、マハガルーラ、マハン、ツインスラッシュ。ジャッジメントって確か、ジャッジメントはお兄さんでしたっけ？いけるかな？行くべき？あと3は、ヘイムダル？ブフーラ、癒しの調べ、マハガルーラ、スクカジャ、ブリザードブレス。強そうですけど、3って誰だろう？太陽ね。お兄さんはジャスです。ジャッジメントじゃないんだ、すいませんね。これは星軽減対象、星2兵な、なんで星、はい、どうもアポロさんいらっしゃいますよ。ちょっと待ってください、ね。軽減対象、アクエス、マハアクエス、でもテトラジャ、アシットレーン、これだとあんまり変わんないですね。これってあれ作んなかった、軽減対象、あれレベル30、あれスターですか、これん、ヘーニエル、これでもレベル38ですね。ガルーラでジオンがツインスラッシュ、ガルダイン、強いけど、まだちょっとね、レベル38ってことは今レベル31ですから作れないんですよね。作んな、もうちょっと粘った方がいいのかな。ハスター62もね、どっちがギリギリいける。ジオンがブフーラ、ブリンバ絶対レード、
デスのヘルは合体魔法使ってくなら便利。デスのヘル、ちょっと待ってください。デスのヘル、これ88枚、ヘルって誰か持ってない？マハガルーラ、マグナス、ファイアストーム、フレイ、ねえ、なんか、でもちょっと弱い。ニーヘルからの変異で変異魔法のエストマ使えるやつになる。ああ、そうなんですか。だからってこと。でも、ねえ、レベルもうちょっと上がんないと、33まで上がんないと、あと2レベルか。ねえ、エストマ欲しいですからね、ちょっと。今から2レベル上げるのもちょっとどうかと思うし、あとすると他エストマいないんですよね。変異か。変異はランダムじゃね。固定のやつもいるけど。ランダムなの？固定じゃないの？そうなんだ。そういうめんどくささもあるんだ。固定だよ。どっちどっちなんですか。僕わかんないからね。アディラオハマメディアン、もうちょっとね、ケルベロスダメでしょ。ビャッコね、噛みつきスクカジャブリザードブレス、水の壁、アシッドレン。魔法的にはそんなにあれなんですね。本当にパラメータ的に、強いかどうか。何これ、クエレブレ。噛みつき、魔法自体はそんなにね、驚異的に上がるってわけじゃないしね。あ、晴天耐性。マハラディオン、小鳥にメギド、あ、メギドあるか。30。ジャックランタン。でも今はね、とりあえず。それは、ね、みたいですけど。アディラオ・マハラリン、マルドク。どうしようね、水。今のことを考えると、マイアはメディラも欲しいし、マハアクセスあるから、まあいいでしょう。ウララがちょっと弱いかな。炎系、なんか、ウララって何でしたっけ、ペルスナ。ウララか、あとでも、お兄さん一応ね、ツインスラッシュが結構強いから、まあ斬撃でね、このままでもいいかなって思うし、あと、アシッドレイン強いけどね。だこれもまあいいかな、水。あと、ここ、風。まあ、ガルーラ、マハガルーラあるから、あんまり変えなくてもいいかな。変えるならこいつですかね。うらら、ね、炎系の全体攻撃欲しいかなってとこですが。うららって何でしたっけ？スターでしたっけ？スターニーヘルね。ちょっと待って。33まで上がればさっきのニーヘルでしょう。炎はないのか。ニーヘル。ニーヘルってでもこう、ニーヘルが風。現状維持でいいかな。ちょっと、もうあと2レベル上がってからやってもね、いいでしょうし。ということで、あと、噂聞けるかな。僕もなんかお金ね、だいぶ貯まったし、買えるなら。どこだ？お店。店員さんは？あ、いたいた。これか、結構高いですよね。ローブ、
マヤに一つ買う？これも2、3、これも高いかな。マヤ買っちゃおう。開発以来な何でしたっけ？ああ武器を作れんのか。でも いらんでしょうね。ちょっと強いぐらいだったら取っといた方がいい。購入は？ねえ、ああこれどうなんでしょうね。素材90万10万。手が出ない。あとはとりあえずいいのかな。コナンクは噂はない。ここ売らない、回復だけしときましょうか。で、さと、ああ、ちょっと、薬も買いましょう、お金あるし。傷薬はもういいでしょ、ガラガラ、あと10個ぐらい。宝力、どうかな、いざって時ね。そのお薬じゃありませんけどね。これ30個ぐらいもう買ってもいいでしょう、ね。チューインソールもあと10個ぐらいは。血返しの弾も、暗号庫もここぞって時にね、5個ぐらい。解毒剤があと、20の。凶暴は凶暴回復できんだ。噂はダメかね。言って結構出てる。
ないね。ここは何？武器？いや、そんな強いのじゃなかったような。ああでもちょっと、いやそうでもないか。どうしよう。いやでもこれあんまり、投げ銭ジャスティスコイン、どうしよう。パオフかか、まあ、一応か、4万か。まあいざって時に買っときますか。帝王の大好きな投げ銭、はいもらったことないんですけどね、投げ銭いまだに。ここ病院、あとここは、これ全部下ですね。夢先区は、噂はもう全部、無理かね。入ってない。武器も多分ないでしょうね。ここなんでしたっけ、アクセサリーでしたっけ、これ。何これ、道具でしょう。メギド、フレイラ、フレイマン。ここは魔法カードでしたっけ。カード購入でアリ、マハラ、リアクア、マハアクア、ガル、マハガル、マハマグナグ。あんまりね、本当に基本的なやつ基本的なやつの割には結構ね、なんか高いというか。これ登録できるんでしたっけ。登録すれば買えるようになるんでしょう。マハガルーラ依頼、マハマグマ、マグナマグナさん、ババトラー、これ依頼すると作ってくれんでしょう。バルザック時間上のこの伯爵、実はニャルラと説。そうなの。なんでカード1枚ずつ消費するわ。それでも登録するもん。
でもこれで買えるようになるんですよ。ねえ、そうなの？これでどこに？11万？マグナス5万も高いけど、11万マガルーナで？ちょっとぼったくりじゃない？もうクソだっけ。ねえ、こいつがニャルナと なんだって。ぼねえ、してたでしょ、上海さん絶対。巨大なダムを亀裂一つで崩壊に至る。ジョーカーが残した社会の亀裂、君たちはそれを防ぐことができるのかな。なんか確かにそれっぽい言い回しですよね。なんかねえ、なんか全ての状況を把握しているというか。なんで、でも今再び、時の円環は動き出した。過ぎ去った時を追う、なんていうのこれ、トガビト？また会おう。なんでラスボスって あいつじゃないの？ニャルナトホテプじゃないの？また他に誰かいるの？こうやって噂もないでしょ。ロサカンディータのバリで死ぬかよ。ここのスマイル、ここに行きゃいいんでしょ。まあ、ちょっとさ、まさかちょび、何ちょびた誰？何、あ、人探し？人探しってどういうこと？そういえば噂ね、飛ばしたけど。マンサーちゃん、因果な商売よね。私は普通の女で死にたかったのよね。でもね、世間が許してくれなかったのよ。ふう、もう隠す必要もないね。あんた暇なら人探し手伝わない？もちろん俺は出すわよ。人探しって何これ？本田良一、何、田中治水、何、こんなの探すの？ちょ、安すぎない？ちょっと。これが報酬でしょ？ねえ。1000とかそんな、はしたがね、ちょっと安くない？ちょっと炎上しとくわ。せめて、桁一つ違ってじゃまだね、やろうかなって気もしたけど。手数料がそれで報酬は10倍。そうなの？でもお金だけ。アイテムとかなんかいいもんもらえるならね。白石のおばちゃんが夢を実現したらしい。なんかアイテムもらえるならね、そりゃね、売ってないような。めんどくさいでしょ、これ。どうやってさ、ねえ、アイテム欲しいなら、1000円入れてにゃん、やらないと。どういうこと？何、あれって なんかあんの？お金を入れるとなんか、あの招き猫ってそもそも何なんですか？まあいいや、もう時間めんどいし。でしょ、ちょっとまあとりあえずちょっとセーブして、これで、ちょっとすいません、ついでにちょっと時間もあれですっていうかね、ちょっとトイレ行ってきますんで少々お待ちください。ちょっとマイク切りますんでお待ちを。はい、ポチッと。出してらー。
トイレついでに2245付近見てみてください。ああ、はい、すいません、お待たせしました。ん？出してらん？何このアドレス？トイレついで22分45付近見てみてください。ちょっと待ってよ。ちょっと音量下げて。22分45秒。フェルスナッツ。何これ？ 22 分45秒。ああ何パオフのってこと、もしかして、この、何ジャーナマスターやまた来るよ。いかんなガキがこんな時間まで遊んでちゃう。そうそう、若かりし頃のパオさん。これがパオフなの？わからんでしょうね。今なんつった、カオルくんって言ったの？よしよっちゃいない、夢をつかんだ男の玉なしは関係ないと思うんですが、これが、家に帰るから職も帰った。逮捕しちまうぜって。何？もう元警官だったの？パオフも。よくわかんないですね。まあ、やっと。ねえ、結構ね、イケメンだったのにね、なんでこんなキモい風景になったのかわかんないですけど、まあやっていきましょう。これがなぜバチのこれになったのかは後でわかります。わかるの？まあとりあえず行きましょう。ここもまた出るんでしょう。ただなんで地図が2つ手に入ったのかわかんないですな。どういう理由で地図が2つあるのかは全然ガバガバ。後ろにいたのか。正当防衛、文句はないな。即死はちょっとずるいかなって思うんですが、天使って確か無度が効くんでしたっけ。今使えるやつがいないと思いますが、どっちかな。
これでも駅なんでしょうわ。ちょ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 。いや、これ本当に丁寧に探索するな。本当見落とし怖いな。いやー、逆にこういうね、道が広いとこが多いと。あ、大丈夫か、そんなでもないか。何これ、通行止め。くそ。かまいたちでもいけるかな。うわー、怖い怖い。こういうとこもダメよ。本当にしらみつぶしですね。やるかい。またこれで残ってる。いやー、踏破やってたらやっぱ時間かかっちゃいますね。これって、エレベーターを、これもね、いちいち入んないと。Thank you.
帝王は底辺で一番偉いの、はい、さあ一番逆に偉くないんでしょう。一番下っ端ですからね。それが帝王たるゆえんですから、ね。うわ4人怖いな。ミューテーション変異能力を身につけた。え、強いですかね。いやでもあれか、通常の変異ってなんか逆に弱くなることもあるんでしたっけ。わあ全然スカスカ。大丈夫。またこいつか。こいつ魔法効かないでしたっけ。うん、あ、よかったワンパンダ。どうやったら、とにかく落ちぶれたらなれんじゃないですかね。はい、何ですかその歌。はい、ゲオさんいらっしゃいますよ。そうですか。僕にはあまりそういう良さがまだね、全然わかんないから。広い、結構本当に。警察だ、全員動くな。本当に党派やってたら結構時間かかる。戦闘画面つまんない。そんなこと言わないで。何つまんないってことは何、ペルソナ演出をちゃんと見ろとおっしゃるってこと。でもそれいちいち見せたらね、余計に時間もかかっちゃうし。不幸のフラダンス食らった。え、何それ、どういうこと。クラウトどうなっちゃうの。不幸のフラダンス。所持金見てみ。え、現金半分取られる。マジっすか。そういえば序盤でもいましたね、なんか病院みたいなところでね。マジっすか。もう取るか、泥棒。これ100万あったら50万取られるってことでしょ。ねえ、半分ってことは
怖いですね。こんなとこじゃ金もたまる金もたまんないじゃないですかね。マジですか、もう自動でいいや、これ。帝王も親の財布から。何言ってるんですか。そんな半分も取りませんよ。いや、1円だって取ってないですよ。また食らった、笑。食らっちゃうの？何あれ、回避できないの？発動したらもう 100% なの？ねえ、半分も笑。ねえ、129個目さえいらっしゃい。明らかにゲームバランス破綻してるでしょう。ねえ、半分とかも。食らうまでに倒すしかないよ。何それクソ。コンタクトで回避。コンタクトで回避どういうこと？まあ別に今どうしてもその真っ先に倒すかコンタクトで避ける。コンタクトって何ですか？コンタクト、はい、132個目さんいらっしゃいますよ。コンタクトって倒しても返ってこないのか。ダメだよね。倒したら帰ってくるとか、なんかね、せめて金額でね、半分じゃなくてね、その定数で。ああ、それか。めんどくさい。まあいいや、今別にそこまで。逃げようじゃ。よし、応援を待とう。なんてこった。どうは踏み外してるの。でどこ行きゃいいんですかね。あ、ここもは。どっち行きゃいいんだ。こっち。広いけど。電光石火、何？もうまた、え？感電したらダメなんでしょ？感電したらダメなんでしょ？もう、誰電光石火とか使うやつ、アホか。罪の時もね、結構手こずらされた記憶はありますが、なんか対策ないんですか、ね、うわ、広い。まだ。なんでこんな広いの？しかもこれ、1フロアだけじゃないんでしょ。何あの赤いやつ、クエレプレ。まあ強くはなさそう。あ、ちょ待て、合体魔法しようとしたのに。もえ、未知なる能力に目覚めた。え、どういうこと？何これ、変異と違うってこと？ちょっとわかんないですけど。アビリティ上げてないと合体魔法使う前に割り込まれるんだよね。あ、アビリティ？あ、アジリティか。素早さってことでしょう。
潜在能力が出るようになったかな。潜在能力また話しかけてくる。もうもういいよ。正義とは何か。チャリオット40。ペルソナでアギっていうとアギ系の魔法があるからな、はい、これでからば、とりあえずこれで一通り回ったかな。無駄に広いっすよね。あれこれは多分確か地下からどっか別から行くんですね。あれはまあ気にしなくていいけど、いや結構広いっすね本当に。ね、確かここ爆弾のね、確かあれでね、罪で来たとこですってね。ここが一箇所。どっち先かな、地下かな。また感電、またフラダンス。ですかね、なんかねえ、なんかああねえ、このゲームに限らずっていうか、なんかねえ RPG の演歌がねえやっぱどんどんうざくなるというか、昔はねこういうのが当たり前っていうかね、
そんなに気にしなかったような気もしたんですが。帝王なんですぐ牛になってしまうん。なんでと、なんででしょうね。我慢できないお年頃ってやつですよ。宝玉2個、あ、これはよかった。警察だ、全員動くな。お年頃って何歳よ。いや、お年頃、お年頃です ね、そういうね、ちょっとしたことでブータれたくなっちゃうお年頃ってことですよ。プスもうこれ絶対脱出する頃までに多分所持金ね、多分増えるどころか多分減るでしょう。まあいいけども、あ、諦めてるけど。え、憑依、何何これ、憑依、憑依されちゃった。うざいなこいつ、何なの、憑依までしてくんのねえ。2万、どんどん減ってるもん。いいけど、どうせお金も。これ、出るこれね、0円になってるかもですね。どれでしたっけ、あ、これか。15個。足りんかな、もしかしたら。こんなに広かったっけ。結構ガバガだし。トリッシュ代が安くなっていいじゃない。何ですか、何トリッシュ代って。え、え、トリッシュって何、所持金に対してなの、定額じゃないの。あんまり気にしてなかったですが、今まで気づかなかったの。うん、気づかなかった。そうなの、固定だと思ってた。いや、固定っていうか、そうなんだ、所持金に対してなんだ。いや、イベントの進行順に徐々に値上がりしてんのかなと思ったけど、そういうわけではないんですね。あくまで今の所持金に対してのってことですか。どうだこれで、頑張ってた。何こう、こう、何がね、こう、ゆえそこってどういうこと、こう。やるかい、あ、固定って言いたかったのは、その固定じゃないね。まあ、このダンジョン終われば多分ね、2レベルぐらい余裕で上がってるでしょうし、ミューテーションばっかですね。パラメータ上昇、大黒天とカビシャモン天様のお仲間の、うん、それ補定様ですね、固定じゃないですね。あー、まあいいや、もうやっちゃえ。羽ばたき、まあ弱い弱い。多少ダメージが来づらくてもダメージ食らないよりはね、いいですよね。
丈夫よ。うわー、取り残ってる。まあいいや、後でぐるっと回った時に。いやー、お相手して差し上げます。うわーうわー、2人も死なし。それはちょっとねー、ずるくない？マハンマって全体いやらしい攻撃しかしてこないやつらばっかりっすね。とりあえずこれでぐるっと一周できた。ここからさらにです。これどうなんですかね。真面目な話。話しかけてきた。何？このような場所で忍者を見かけた。意外でした。この私を前に躊躇なく接触を図れた。大した度胸、気に入りましたよ。武士の心得でもあるんでしょうか。実は忍術の使い手。ふふふ、実に頼もしい方だ。早く終わって。気に入られちゃった。そのような殺術を用いて私の協力を得ようなど夢物語も大概にしていただきたい。実は私あなたを探しておりました。あなたの人を超越した能力へ授けし、主の意図知れず。ありあまる力を得た忍者はいずれその力に溺れ、我が身を滅ぼす宿命。人にその能力を操ることは不可能。ついでもあなたは今以上の力を欲するおつもりか。力必要ない。理解していただきたいようですね。力そのものは無意味、肝心なのはコロなのです。この機会にあなた方人間に尋ねたいことがあったんです。長き歴史の中で人は自我を安定させるため死についての物語を作り上げてきました。つまり人の死には希望が込められています。
そこでお尋ねしたい、人のもう死後の世界、いかような世界なんですか？それが暗黙のルールになっているわけですね。なるほど、ね。人が共同体だということを改めて実感させられます。これでいいのかな。くだらない夜に付き合うほど私は暇ではありませんが。怒っちゃった。どうでしょう、ね。青のみ。パオのみ、いや、あなた方のおかげで有利な時が過ごせましたですが、どこするわけにもいきませんので、スター40枚、ああ、どうも、ああ、アポロさん、ありがとうございます。ここからちょっと内周もぐるっと探っての、全員検体だ。また。ちょ、勘でひどくない？いやー、やっぱマップ目時間かかっちゃうかな。もう実際どうなんですか、そのネタバレ聞くっていうかあれですけど、やる価値ありますね、この後もずっと延々とマップ目、いや、あそこダメか。エストマ欲しいだろ。いや欲しいけど、それ以前にこのマップ、もらえる？もらえるか。でも別にそのもらわなくてもクリアぐらいだったら。レベリングかねえ。でも逆になんか強くなりすぎてません？ねえ、見る側と僕はまあ別にね、レベリングして強くなるのはまあ僕はね全然気にならないからいいんですけど、見る側がねなんかね言ってボス戦とかもあんまりねえ厳しくなくなってぬるくなっちゃうのは特に気にならないんですかね、見る側としては、リスナーさんがね、ねえ、上海さん、前言ってましたよね、なんかね全部マップ踏破したらレベル70ぐらいまでね、なんかラスダンになったら、とか言ってたし、
帝王ってフラグ立てるのほんと上手よね。どういうこと？何がどういうこと？何いやね、僕は先が分かんないから、そのフラグっていうのがよく分かりませんが、何のフラグ、何かね、我慢してやった方がいいってこと？ここから先は何、さらに敵が鬼畜になるってこと？マップ踏破しながら行ったぐらいでちょうどいいって、そんな認識ってこと？ならボスに負けたらマップ踏破するとかルール設ける？どうでしょう。いや別にそういうルールディスるぐらいなら、そういうアドバイスがあるならじゃあちゃんとやりましょうか。これでとりあえず行けるとこは今行けるとこ全部やったかな。見落としないっすよ。ない。大丈夫かな。これで地下1と1回終わった。ああ、でもあっちの別マップはまあ別にして。死なないの？本当に兄さんめちゃくちゃ呪いですね。これで、3回の行けないんでしたっけ、これ。なんでか知んないけど。これもまた。カツヤはボーナス意識しないとトロイ。そうなんだね、トロイですよね、本当に。手間だけどレベル上がる前にテクヤ上げ上がるペルソナに変えるのがいいんだけど、ね、うわぁ、そこまでしないとダメなんだ。いや、そこまでやろうって嫌い僕ありません。ねえ、なんかねえ、主人公以外はね、なんかねえ、みんななんかねえ、一つの能力に関してはねえ、すごい上がるけど、その分他が全然低いというか。これは違う。取りろ。また先行取られそうな予感が。なこの
やろう。次は必ず確保する。またミューテーション。何？え、ディカームの魔法を習得した。ディカーム蘇生でしたっけ。また話しかけてきた。コンタクトね、敵側からないいらないと思うんですが。くだらんね、全モードやって失敗して時間のロス。なんか手立てないんですかね。チェックカード。うわ、あそこも逃してる。あそこもガバー。いっぱいガバー。
し上げます。プレミアム1人がコミュニティをフォローしました。あーどうも、はい、コミュニティフォローありがとうございます。はい、ペルソナ×やってます。まあちょっとね、時間かかってますが、まあねえ、マップ埋めもちょっとやってるんで、まあこんなんでもよかったらご覧になってください。またかわいそうにな。あ、今うららが33になったから、さっき言ってた何でしたっけ、ニーヘルだかね、あれが使えるようには、ちょっとあっちも、いや気にしてたらほんと気にないな、これも。これまだね、2回でしょ、あと3回4回やって、多分ね1回と地下1階の端数のとこもあるし、ちょっと待って、どうなんですかね、今全体の進捗ってさすがに半分ぐらいは超えてるんですかね、レベル的にもね。え、大体ペルソナのゲームってね、多分レベル50ぐらいが多分ね、なんかクリアの境界線かなってイメージあるんですけど、さすがにもうね、30ちょっと超えてるし、さすがに中半分は超えてますよね。そういう認識でいいのかな。また、何？誰で、うらら。残るか。
正当防衛だ。文句はないな。まだ半分言ってないんじゃないの、はい、え本当に。ああ、160個もさえいらっしゃい。まだ半分言ってないって。でも確かに言われてみると、これね、このゲームね、罪はディスク1枚ですけど、罰ってディスク2枚組なんですよね。本当にまだ半分いってないの。うわ、だめだな。遊べる遊べてんのかな僕は。いやこの先に何があるんでしょうね、クリアした先に。半はかちょい前くらいじゃないかな、半分ちょい前虚無ね。パラメータ虚無か。大丈夫ですよね。ちゃんと、踏破、した、あとは、どういう移動の仕方したらマップの効率もいいんですかね。意外と斜めとかの方が効率いいんですかね。大丈夫かな。あとはこっちもと、まあ、あとこれだけかな。これだけやっちゃえば、で大丈夫。お前ら全員検体だ。大たけびで感電すんのかも。まだ全然セーブしてないですかね。フリーザマン聞いたことないですけど、ちょっとセーブ。これがテレビで、これが分岐のあれで、これが入る前、ここにセーブ。19時間か。でも、まだ19時間と言うべきなんですかね。あとここかな、ここだけ見ちゃえば。積
は何時間だっけ？え？隅何時間？覚えてないな。40時間？40か50ぐらい、うん、ちょっとあれですが、これで2回も大丈夫ですよ。このペースだと今日は3回の途中ぐらいで終わりですかね。あと15分。多分4階がね、確か最上階だから、まあもうちょっとでしょうけど。はこんばんはです。はい。この放送にてプスプの隅始めそうですか。はい、どうも166個目さんいらっしゃいますね。そういうこと いただけるとね、うん、配信してる回もね、あったというか。付き合いきるんで。まあね、罪はね、まあそれでも僕はまだね、楽っていうかね、まだ。よかったんですが、言ってること自体は罪の帝王を押す167個目さんいらっしゃいます。はい、罪ですよ。いけませんか。この放送のおかげで結婚できました。それはないでしょ、絶対ないでしょ。どういういきさつがあったらそんな結婚っていうか、お金どうなの。ギブアンドテイク回復18000円だね。本当に所持金対しての当たるわけないでしょ。あ、当たったんだったらじゃあ僕にもちょっと恵んでね、1割でいいから。本当にこの放送のおかげと思ってるならね、それぐらい恵んでもらっても罰は当たらんでしょう。は？いや、はぁってなんで。だってこの放送のおかげで当たりましたっていうならね、じゃあ僕にもちょっとね、 おこぼれいただいたってバチは当たらないでしょ。やるかい。また。じゃあ嫁を一番にあげますぶわ。なんで、なんで意味わかんない。いや別にいいです。いや嫁さんは別にいいですから。いきなり公式かやって。宝くじが当たったとか言うからね。大丈夫か。うわぁ、1マスだけ。帝王さんにもアニメか漫画の嫁はいますか、はい、どういうこと。あ、嫁ぞ、そういう嫁ってなんか言ってて虚しくないよね。別に結婚っていうかね、またか。逃がして、
大丈夫。うわー、また。うわー、4体逃げ。警察だ。帝王をニート罪で逮捕する。何ですか、ニートに反対の情報ありますよ。まあ今ともかくね、いずれねお世話になるかもしれませんけどね、刑務所入ればね、とりあえず一食中ことたねこと書かないでしょうから、その時はよろしくお願いします。3回刑務所の食事は国民の権利なんだぞ。うん、でもね、罪を犯した以上はね、刑務所でね、服役しなきゃいけないですからね、しょうがないでしょう。まあ今はね、まだ何もやってないですけどね、近い将来ね、家でね、暮らせなくなった時は、ぜひともお世話になりますから。当然の結果ってたくましい兄貴たちに可愛がってもらえるよ。ね、それがやっぱりね、怖いですね。ハマの魔法習得時って今更いらん。お前ら全員検体だ。どうせなら。はい、持って警察官に襲いかかって無所に入ってね。なんで道具としてハムビデオに出てよ。いやー、どうなの、包丁な、何襲いかかってとね、でもね、なるべくね、そういうやっぱね、傷つけるのは嫌ですからね、なるべく人はね、傷つけずに、なおかつね、ちょっと重い罪でね、一生お世話になるくらいの、そういう罪がいいんですよね。何、白身相撲部として何やってるんですか、知らない。重要だからね。そうなの？どうなの？どういうあれがいいとかダメっていうか、何、犯罪によってなんかそういういじめの対象？つまらない罪、どうなんでしょうね。なんかやっぱり偽札ぐらいが重罪なんですかね。偽札だったらどうなる？ね、手頃にね、コンビニでね。一万円札とかね、コピー機でね、あれして。ね、なんか今だとなんかね、そういうのなんか、ううってなんかブザーが鳴るとか聞きましたが。あれ？偽札は重いぞ。ねえ、だからそれがいいんじゃないかなって。だから、警察官に襲いかかる。なんでですか？
警察官に別に恨みとかないしね、そんな理由もなく襲いかかってどうすんの。これどうでしたっけ、3階ここ、あ、来てない方のあれか。え、これどこがゴール？1階がゴールかな、下がゴールか、ちょっとわかんないですね。いや、こういうのって大体こんねえ、ま、罪の時は確かね、一番下のフロアがゴールでしたけど、今回最上階がゴールじゃないかなと僕は、先こっちやっときましょうか。あー、もう時間ももうないな。タイトル。毎日晩ご飯食べなきゃダメなんか、はい、うん、たまにはご飯食べずにゲームしますって。なんでですか。いいじゃないですか。今日言ってペルスナ今日3時間もやってんですよね。これから毎日3時間やってね、配信時間も増えてるのに、なんでそんなこと言われなきゃいけないんですか。配信時間減らしたっていうのは、そりゃね、そんな文句言われるのも仕方ないかもしれませんが、なんでそれでブーブー言われなきゃいけないの。いや、おほ、怒ってはいませんが、無駄飯くらいが文句言うな、うん、そりゃそうかもしれないですけどね、またアトムングするの。え、してませんよ。186個目されやしゃい。言うて、そんなことでいちいち NG してたら、きりないでしょうからね。はい、186個目さえいらっしゃいますよ。もう終わりますけど。まあ、こっちでいいか。あと5分か。あと1回か2回かな。何これ、何でしたっけ。大丈夫。あ、またミューテーション。パラメータ。なんでもう終わりなの、はい、ひどくない。なんで3時間もやってひどくないとか言われなきゃいけないんでしょうか。ねえ。ねえ、こんなに一生懸命。配信やって帝王最低契約、はい、なんでさ、なんでもっと感謝されこそつれ文句言われる筋合いないと思うんですね。あー、もう時間もないな。これラストにしましょう。この戦闘終わったら終わります。はい、あー、うざいのが1匹いるな。先行できるかな。帝王最低だなせれる。はい、何ですか。はい、ペルソナ配信全く見れなくて。じゃあタイムシフトで見てください。はい、190個目再来します。ハロワってこんな時間やってないでしょ。夕飯食うんですよ ねえ。はい、191個目さんもいらっしゃいですか。申し訳ない。だって、うん、まあそうですけど、でもね、言って僕今までだって4時から6時で配信でやってたんですから、そもそもね、190個目さん見れてなかったでしょ。190個目打てなくて楽しくない、うん、
でもね、言って6時に来られてもね、僕配信ね、今までだって終わってたんですから。無理でしょう。気持ちはわかりますけどね、もうね、言って1時間ね、スパロボも詰まってますから。ほら、いっぱい行ったよ、ほらほら。いや、ダメですよ。延長しますよ。だってもう夕飯ですもん。終わります。はい。はい、ってことで、3時間ご視聴ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。